ドイツのフィルンハイムで使用されているベンツウニモグ。起陸車とは、軌道と道路の両方を走ることのできる車両である。一般的に、鉄道補線、電車線工事用などに使用される。河川点検用の起陸車。起陸車とは、線の等の工事、または、作業に使用する機械で軌道を及び、一般道路を走行できるものを言い、補修用車に含まれる。 通常の保線用鉄道車両は、終列車が通過して、線路閉鎖が行われてから車庫を出発し、現場への移動をするという時間ロスを生じるが、この切り口車であれば、あらかじめ現場付近の踏切横などで待機しておき、線路閉鎖後に、そこから入線し最小限の移動で迅速に作業を開始することが可能である。このため特に作業時間が限られる。 大都市での鉄道会社などで重宝されている。基本的にはトラックなどをベースに軌道走行用の装備をつけたものである。軌道への乗り入れは保線部門敷地の専用スロープや踏切からされる。自動車としての区分上は特殊用途自動車に分類される。ラフテレーンクレーンに軌道走行装置を取り付けたものは大型特殊自動車に分類される。道路上では 一般の自動車として走行し、線路上では油圧などでレール上に鉄輪を下ろして走行する。線路上を走るときにエンジンの動力をレールに伝える手段としてはタイヤ駆動と鉄輪駆動がある。軌道上では道路上ほどの走行性能が得られない場合が多いが、補線などの作業用では速度は問題にならない。これらの軌道走行装備を施して、 重量の増した車両が自動車検査省の車両総重量を超過している事例が2005年頃に問題視された調査の結果測定した車両の4割で重量が超過しており調査対象となったメーカー29社中24社で重量超過が確認される事態となった特にそのうち11社については転車台を取り外すまたは模擬転車台を取り付けるなどの方法で 自動車検査証を不正に取得していた。不正行為を行ったメーカーには、国土交通省より警告書の交付が行われ、それ以外の重量超過が確認されたメーカー及び鉄道事業者等の自動車使用者に対しても指導が行われた。行動を走行できないものとして、軌道走行装置を備えたバック法などがある。もし、切り口車の左右鉄輪管が同通しているならば、 軌道回路により、起陸者車は検知されるかもしれないが、その重量が軽いため、接触不良を起こし確実とは言えない。左右の鉄輪管が絶縁されているならば、軌道回路により検知されないので踏切等での誤動作は避けられるが、線路閉鎖が必須となる。一般に、補線作業は営業運転されていない時間に行われるため、線路閉鎖し、 信号システムに影響を与えないよう、絶縁して使用されることが多い。ありがとうございます。